単純に稼げない人はやってない人でしょうね、きっとね。いつまで経っても稼げない、塾に入っても稼げない、コンサル受けても稼げない、それはつまりやってないってことなんですよ。で、それに尽きると思います。いや、もっと言うとですね、なんで未だに稼げてないんですかってことなんですよ。稼ごうと思えば世の中に様々な方法ありますよね。究極は近くのコンビニにバイトに行けばいいわけなんですよ。あれが嫌だ、これは苦手だ、それはやりたくない、そんなことではね、やっぱ稼げないですよね。だってお金をいただくってことは、お金を払う人は少なくともお金を払うことによってそれをしなくても良くなってるはずなんですよ、ね、だからお金をもらう人までそれをしなければ、一体誰がそのことを動かすんですかってことですよね。結局誰かがことを動かさなければなりません。ことを動かしたからこそ利益が生まれて、そしてことを動かした人にその利益がお礼として入ってくるわけなんですよね、まあ、ですので、自分が何もせずに、大したことをせずに、行動が伴わずに稼げないっていうのは正しい結果が出てることだと思います。まあ最近ね、熱心に紹介しているみんなの銀行ってあるじゃないですか。あれどうですかね、稼げないですかね。いや、あれで稼げないですかね。としたらもう稼げないと思いますよ、一生。みんなの銀行、自己アフィリエイト、セルフワーク、ちょっと難しいけども転売とか、もっと難しいけども FX や投資、まだまだあります。最初に戻ると、究極は近くにバイトに行けばいいわけなんですよ。それからですね、肩を叩いてお小遣いをもらうっていう方法もありますし、近所の草むしりしてもいいわけですよ。人はね、お金を払ってでも人に頼みたいことってあるんですよね。で、それを見つけましょうっていうのが、まあ、私が言いたいことですね。だから速稼塾に入っただけでは稼げません。他の塾に入っただけでは稼げません。東大に行きたい人は東大合格塾に行きますけども、その塾に入ったからといって、名簿に自分の名前が入ったからといって合格するわけではありません。もっと言えばね、塾に入ろうが入る前が、自分のやることをできるまでやればできるわけなんですよ。単純ですよね。それしかないと思いますよ。まあ、今日はみんなの銀行をちょっと試しにね、まだやってない方はエントリーしてみてください。まずみんなの銀行っていうのは、アカウントを取る前にアプリをダウンロードしてください。アプリをダウンロードしたら、自分の個人情報を登録するところがありますんで、そこに紹介コードとあなたの免許証番号を入れると、その他名前とかね、いろいろ入れれば完成です。5分もかかりません。まあやってみてください。今日もみんなの銀行をおすすめしました。